サンジャミイコールカップイコールフェラは、フランス、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。ファラットとは、ラテン語で、原始のまま、文明化されていないを意味する、フェラス、または、草深いを意味する、ファラタスに由来する。サンジャミイコールカップイコールフェラは、コートダジュールのモナコニース間に位置し、地中海に面する。コミューンは、 ビルシュルメールとボーリューシュルメールに挟まれており、フェラミサキ半島全体がコミューンに含まれている。半島には500軒以上の花やヤシの木、アレッポ松、オリーブの木が植栽された住宅がある。その中でも最も有名なビラ、エフリュッシド・ロチルドは1934年に国家所有となった。この半島は新しい建物の建設を監視する場所に、 分類されている。1908年当時のグランオテルマリーナ古くはアナオという名だったサンジャンイコールカップイコールフェラはリグーリア人の土地だった。575年にはロンゴバルド族が支配した。中世初期サントスピスの塔が孤立して半島東側に建てられた。8世紀にサラセン人に征服された。 ニース伯領が交代した1388年、サンジャンイコールカップイコールフェラは、サブイアケ領となった。サンジャンイコールカップイコールフェラは、戦略上要所とされ、エマヌエレ・フィリベルト皇時代の1562年、サントスピストリデが築かれた。フランスがニースを攻略しようとした1707年、フランス軍の将軍ジェームズ・フィッツ・ジェームズが、 サントスピストリデを攻略し破壊した。サンジャンイコールカップイコールフェラは1720年から1820年までの間に幾度かフランスに占領されたが、ニース白領全体と共にフランスに併合されたのは1860年であった。サンジャンイコールカップイコールフェラは1904年まで行政上はビルシュルメールの一部であった。 現在のサンジャンイコールカップイコールフェラは、コートダジュールの主要な高級住宅地の一つで、当然その多くが富裕層の住宅である。なお、イギリスの人気作家だったサマセット・モームは、1926年から大戦による中断を挟み、1965年に91歳で没するまで居住した。 コミューンの主要収入の一つは観光で、夏の観光シーズンには、海水浴場に、毎年多くの観光客がやってくる。加えて、不動産価格が国内でも、非常に高く、1平方メートルで平均4万4千ユーロ、6万ユーロ、以上するところもある。イザベル・レイル・フェーブル、セイント・ジーン・キャプチャー、ファラット、ウンサイト・バトン、レモンド、 2 9九でサンブル二千八2 0 0 8 w w w t e n d a n c e i m m o b i l i e r c o m ありがとうございます。